本日、自分が高校時代からあった個人経営の古本屋で買ったもの一覧です。いやー、ちょっと衝動買いした部分があります。で、まず、ドラゴンクエスト4ゲームブック。よく見てなかったので、同じやつをもう一つ買ってしまいましたという。で、続いて、ドラゴンクエストの4の導かれし者たちの3、2がなかったという。で、続いて、ドラゴンクエストモンスターズマルタの不思議な鍵、ルカの旅立ち、イルの冒険の完全対応の攻略本。で、続いて、魔法陣ぐるぐるのオフィシャルガイドブック。一番最初のアニメのやつです。で、ガイドブックのスーファミ版でした。で、こっちがテレビアニメ版のコミックス。これも、初期のアニメのやつです。続いて、稲妻イレブン、キックオフコミックブック。ヤブの天也さんが書いてる稲妻イレブンの漫画の63ページ分。これはなんかの付録であったんだろう。で、続いてゲームブック、ハーメルのバイオリン弾き。そして、ドラゴンクエスト3の勇者旅立つ上巻のゲームブック。続いて、ミニオンクスーパーテクニック徳田ザウルさんが書いたタミヤ模型の協力のもとで書いた作品です。まだフルカウルミニオンクが出始めた頃のやつですね。で、続いてドラゴンクエストモンスターズキャラバンハートのガイドブック。で、とっても少年探偵団、アロヒロシさんの作品。これの、ジャンプスーパーコミック。もう一冊。同じやつではありません。こりゃこういうデザインなんだろうか。続いて、パチンコの極意。まあ、いつの文化わかりませんけれども。980円。これ全部まとめて3000円でした。まあ、ちょっと高いのか安いのか正直、相場は全然わかりません。